田さん、ダメな方としては100点です。ここ押すじゃないですか。あ、夜もう何、おめでとうございます。いただきマリチュー。はい、マリチュー、これ回ります。おわ、いや、まだな。一番偉い絶頂チャージっていうのがあるけど、はいはいはい、一応この夜ヶ岳っていう夜のゼロヶ岳行くと一応鍛えると 10% あるんですよ。めったに入んないんですけど。そうなんすね。変なタイミングで行った気がするんだよな。あー、暑い。なにこれ、嘘、暑い。あ、普通に解決行ったか。あ、ここちょっとペッてやってみてください。パンって。おお。何？ひっくり返るんですよ。すごい。ひっくり返った。あのテレビの昭和のテレビってこうやって直したじゃないですか。あれと同じ感覚の演出なんで。すげえ。あ、普通に当たりましたね。いや、でもこれはマジで女帝の引きですよ。わー、あったかい女帝。いや、すごい。いや、これ一撃で逆転するのも全然夢じゃないんで。はいはいはい。よし、グリングリンはしなかったですね。でも全然当たることが大事なんで。そうですよね。このホールドっていうのをもらうと、ここのゲーム数がストップするんですよ。あ、はい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 。黄色だったらまあまあなゲーム数止まるんで、7ゲームぐらい止まるかな。はい、そうなんだ。おーしおーし、危ねー。当たりです。なんとか続いてる。なんとか。ラスト？ラストです。ここで矢が割れれば復活なんですけど、ダメだったんで、次の最終ゲームでまた、はい、あのゼロヶ岳っていうとこ行けば継続します。なるほど。おどかん。あ、行かなかったんでこれで終わったんですが、ただとはいえ794枚なんで、もうほぼほぼ投資した分が、はい、え、マジっすか。はい、だいぶ返ってきました。本当に。だいぶ半分以上は返ってきたんで。いや、でも隣に嵐大先生がいてくれたんで。いや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 、ここまでできましたね。嵐大先生まだ全然ダメなんで。嘘。今のところ勝負にも勝ってますからね。はい、やったぜ。頼む。チャンスの通りいなかったか。終わっちゃいました。まあこういうこともあれば、さっきみたいに続くこともあって、さらにはもっともっと2400枚まで出る可能性あるんで。2400枚、はい、大勝ちや。そうなんですよ。すごいですね。それを目指してまた頑張りましょう、お互い。はい、頑張りましょう。お互い当たった直後なんで、はい、またすぐに当たるといいですよね。そうですね。はい、この1回目の初当たり抽選を逃すと、また深いところまで持ってかれる可能性があるんで。さっきもその闇は見たから。そうなんですよ。もういい、もういい。もっともっと。お、今一輪車が左から来てるんですよ。はい、これ普段右から来るのが普通なんですけど、うん、左から来るとめちゃくちゃ暑くて。そうなんすか。で、今何も揃ってないんで、はい、もうこれは大丈夫です。左からとかもあるか。そうなんですよ。そうなんだ。おめでとうございます。いやー、頑張るぞ。ライバルと連戦していくんですよ。ほうほうほう。で、続けば続くほどいいことがあって。マジ？はい。だから僕が揃ってた青菜みたいなのが出てくる可能性もありますし、はいはいはい、直でここ行く可能性もあります。おお、いいぞいいぞ。あ、いいっすよいいっすよいいっすよ。あ、まあ多分青菜出てくると思うんですけど。あ、青菜です、ね、はいはい、
一応あの見てる方もちょっと気になった方いるかもしれないですけど、これ何の動きなんですか？ルルダンス、ダンシング、ダンシング。ダンシング、ダンシング、ダンシング。ダンシング。俺も取り入れよう。お、あ、来た来た来た。来ました。やった。ああ、もう女帝が、女帝が勝ち誇っている。すいません、すいません。あの、姫。呼び出しを押していただけないと勝手に来てくれないのか、そうなんです。すいません、そこはちょっと姫の手を煩わせてしまいますが、河原割りしますよ。またおー来た来た、熱っ。これ二体が燃えてたら、あー燃えてない、おいおいかおいおいおめでとうございます。ありがとうございます。あ、吹雪が多いんでチャンスでいいと。よっ。たたたたたノリノリですね。いやすごいっすね。お、しかも黒波なんだよ。おもう継続しました。やったー。すごい。こんなん初めてです私。あ、終わっちゃいましたね。まあ、このいただきロード中も基本的にはこのゼロズガラ揃いが発生すると、はい、いいことが起きると覚えておけば楽しめると思います。ありがとうございます。うわー、これが、これはもうこれが庶民の、これが庶民の引きです。あーあ、あっ90枚。今回はちょっとあっさり終わっちゃいましたね。いやいやいや、熱い。あれ、あらら、風をだな、引く。お、暑いです。もうすぐ3万円なくなっちゃうんで。はい、さすがに大丈夫だろう。おぉ、よしよしよし。おぉ、ありがとうございます。イエーイ、待ってこら、ナス、イエーイ、やりましたよ。イエーイ、284ゲームだった。まあまあ、いらない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 よ。これはさすがに回んないやつなんで。回んないか。とりあえずいつもだったらここにぎやかじゃないですか、はいはいはい、1人しか来てないんで、このまま終わるとその設定が偶数だよっていうヒントになります。あ、そうなんだ、はい、設定のヒントもここであるんですよ。スパマート V フラットしてるやつ、これ勝ちです。マジっすか。はい、おい、あ、女帝の舞が、女帝の舞が今回ショートバージョンですよね。そうです、今回ショートで、ショートバージョン。おー、女帝。まあいいでしょう。いや、いいんですよ。イエーイ、でも当たるは当たるんだよね。え、ありがたいありがたい。いや、まずいなこれ。せめて1本。あ、危ない、ギリギリ。よし、頑張りましょう。あ、ある、過去最高ある。こい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 、ダメか。はい、あ、悔しい。しょうがないですね、そこまでが弱すぎたんで。ダメでしたか。全然ダメでしたね。やっぱ7がいいですよね。でもなんか一回いいものを味わっちゃうと、はい、あ、もっともっとってなっちゃうっていうか。わかります、すげえわかります。もどかしい気持ちになりますね、はい、いや足りないよ足りないよってなってくるね。そうなんですよ。そんなバナナ。めっちゃ嬉しそうだもん。負けたわ。その負けてそんな嬉しそうにする人いないですから。本当に。2個でした。おー、危ない。おえー、やりました。やりえー、
あぶね。でここはあの7が揃う可能性が8割あるところなんで。8割、はい、いやいや、おい、ただここで回る可能性が高い。回る回る。回れ。あ、はい、くるくる。なんでレギュラーでなんとかするってことは。お、めちゃくちゃ暑いでしょ。マジっすか。はい、夜はもうどこで行っても暑いんで。よし、頑張ってもろて。あ、なくなっちゃいました。もうないだ、もうないですね。ただまあこれは多分当たると思うんで、はい、安心してください。頑張ります。リリメシ演奏見る余裕が出てきますもんね。いいと思います。お、さあ、よっしゃ。いや、おめでとうございます。頑張ろう。いやいや、合わせなくていいですよ、僕に。ねえ、なんでですか。多いな、今日は。長澤さん隊はでもゼロモードループしてたかな。やったー、いけ。あー上手。おー、ヒューポンポン。あー、すごい、車輪回しながらレバー叩く。初めて見た。すごい、これはマリチューシステムですね。はい、先生。わー、あー、間違えた間違えた。やっちまったよ。踏んだり蹴ったりですね。やっちまった、最後ミスるって。あ、あ、これでも見て心を慰めてください。そんなバーだな。いや、もう赤子にいないいないバーを見せたのと同じリアクションですから、ね、か本当にずっと見れる。パラダイスです。最高や。最高。番長ゼロ開発人の皆様、よかったですね。こんなに喜んでくれてますよ、あんなダメな負けパターンで。え、楽しい、めちゃくちゃ面白いですよ。次回作も自信持って作りましょう。私以外にもファンたくさんいると思います。いや、番長シリーズはやっぱこの演出の面白さが人気なんで。うもう一回行こう。あ、ダメか、絶妙だな。いや、もう味を占めちゃってこれしか出なくなったんですよ。やばい、私が笑うから。うまた笑われたいです。言っちゃいますよ。やばい、笑いも笑いも。あ、出ますよ出ますよ、殿下の宝刀が。いやいやいや、お酒と全然飽きる気配ないんだな。いや、俺も全然嬉しくない状況ですけど、そんな喜んでもらえるんだったらよかったって思っちゃうんで。パラダイスです。絶対パラダイスじゃないですよ、俺は。本当ですね。俺はもうヘルですよ、ヘル。ヘル、私面白いからいいですよ。正直それでいいんですよ、俺は。思い出しました、あの現役時代を。現役時代、あのお金払ってジョーの笑顔が見たかっただけなんで。そうそうそう、はい。あ、女帝の前、女帝の前、プチバージョンが。いや、長澤さんの場合は悪くなさそうなんですよ ね、 そうですよね。はい、青菜の、あ、これ7に寄ってるんで、これ、これまた青菜のとか出てくると、青菜のだ。いや、長澤さん、むしろですよ、長澤さん、あの嵐を起こしてましたけど今、あのむしろ起こせてないんですよ。もしかしたらいい台かもしれないんで、はい、いい台で負けてるとなると、あのポンコツ女帝っていう。あー、ダメダメダメ。それはダメだ。確かに私じゃなかったらみんなめっちゃ勝ってるかも。この青菜もスルーするようだと、いよいよポンコツ女帝の方向性が確立されます。ダメ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 。やばいやばいやばい。赤まで行きましょう、赤まで。赤まで行きたい。あ、もう大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、
このめちゃめちゃでかいベルが降ってきたら、はい、1回でも十分なんで、今2回連続できたんで。よかったー、惜しい。これいや、でも別に揃えなくても内部的にはもらってるんで。で、これで一見ダメだったっぽくても、またここを押した時に、はい、夕方とか夜に行くはずなんで。あれ、あ、大丈夫でした。よかった、焦った。これも焦りました。さあ、いただきロード、あー、いただきチャージです。いただきマリキュー、いただきマリキュー。ちょっと今チャージのどこは見えなかったんですけど、はい、早く当たってるんで、あ、いいですね。よかったよ。さすがにレベル2以上ありそうですね。よかった。ちょっと踏み込んだ話をすると、はい、このいただきチャージっていう状態はレベルが3段階あって、2と3だったら続きやすいんです。なるほどなるほど、はい、1だと続かないんだ。1は相当厳しいんで、1回でもみたいに今みたいに押し順ナビで0図柄が揃うと大体2以上なんで。なるほどなるほど。あ、うまいうまいうまい。これは弁当箱です。おー、イエイイエーイ。じゃあ素晴らしい、イエーイ。で、長澤さん、次ここの数字が0になったら1回止めましょう。わかりました。勝負どころが来るんで。で、ここでまずこのボタンを押してみてください。ピッて。これですか。はい、これが鉄拳制裁ってやつなんで、はい、今この1打でめちゃくちゃ出るかもしれないやつに当たるかもしれない。だそういう時はですね、利き手どっちですか。右です。右ですね。じゃあ左手の薬指を使ってレバー叩いてみましょう。はい、いきますよ。で、ちょっとやり方を教えますね、はい、あの第一関節をレバーの球に引っ掛けて、はい、ゆっくり下に何も考えずに、はい、あれ、すごい笑ってくれてる。いきますよ。いきましょう。いいと思います。いいですか。はい、で連打してみてください。連打、はい。おー、30いった。割と30もなかなかいかないんで。そうなんですか、はい、今のが一応僕の必殺技の一つである奥義、はい、優しくてもゼロ式ってやつなんで、それだけ覚えて帰っていただければ、はい、覚えます。あの勝負どころ来たらこうやってください。え、もう一回名前いいですか。これの優しシステムゼロ式です。優しシステムゼロ式、はい、わかりました。覚えときます。覚え、あのディレクターにやれって言われただけなんで、皆さん別に覚えなくていいです。すぐ忘れてください。うまっで、あとはここが999ポイント貯まると絶対あの7以上が当たるんで。本当ですか。こんだけゲーム数持っててストック2個あるんで、はい、十分射程圏内まで来てます。おお、頑張ります。おー、熱い。いや、すげえな、うますぎる。いや、めっちゃうまいです、めっちゃうまいです。800も超えましたもんね。800超えました。で、この10ゲームで必ず100以上は増えるんで、もう999絶対行くんで、ーボーナス1個もらえます。やったー。まだか。あと1個、あと1個。じゃあこれで行ったら、はい、そしたら叩けって言われるんで。え、ここ、気持ちよくないですか。すごい。気持ちいいでしょ。ドラウンク、すげー。この教育的指導っていうのが、この台のめちゃくちゃ熱い演出の代表例の一つで、ここからあのライバルたちにいろいろ教えていくんで。すごい演出、すごいっすね。そう、演出が本当によくできてんで、こんなに楽しめるんだ。まあ、いつもやられてるやつで倒してくるんですよ。ベーゴマなんてなかなか勝てないんですけど、あ、大好きなやつ、パラダイス。で、ここからもう続いてば続くほどやっぱ、あー、惜しい。惜しかった。惜しかった。でもいいんです、これでも BB 以上なんで、もちろん。あー、もう完璧です。やった、すごい。嵐先生のおかげだ。
いやいやいや、センスがやっぱあるんで。いや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 、間違いない。そんな嵐先生、4万1000円目。一応金額で言えないかもしれないで、41本目という表現させていただきます。41本目言わせていただきます。ただこれは正直言いましょう、安い。安いですか？安い。こんなもんじゃ済まなかったんで、こんだけ長い時間同伴したらこんなんじゃ済まなかった。4倍ぐらいかかってるんで。はい、いろいろ経験されてるんですね。いやいやいや、女帝クラスの人とこんなことしたらもうそんなも計り知れないんで。いや、もうなんてリーズナブルな番組ですか。ありがとうございます。こうなっちゃったとしても一応可能性は残るんで。なるほどなるほど。うまっ、うまっ、いいでしょ。でまたこれがゼロになったら、あの鉄拳制裁が来るんで。おー、じゃあ僕の必殺技を教えたんで、はい、マリチューアタックみたいな必殺技を作りましょう。あ、いいっすね。いや、ノリのいい方でよかったっすよ。大概の人、まさかない必殺技。大概の人はあの半笑いで、あ、私はいいですって多分なるんで。うそ、やった方が楽しそうだ。な、え、どうしようかな。いや、もう何でもいいでしょ。おー、うまいうまいうまい。もうあの思うがままに、本能のままにやっていいんですよ、こういうのは。あー、大サービスだ。マッチョ腰だからね。あー、こっちこっちこっち。あ、危ない危ない危ない。いや、あー、二重か。これ二重ゲームだったじゃないですか、はい、一見うまくいってないように見えるじゃないですか。今あのカメラ越しに男性陣がいただきチャージしたんで完璧に成功です。よかったー。おめえらライジングだよな。あ、みんなライジングだって言ってるんで成功しました。よし、俺だけ横顔しか見れてないんで。確かに。うわー、いやー、でもだいぶ頑張りましたよ。 ありがてー。おー、これこれめちゃくちゃ熱いです。おー、夜型がいった。まあまあ、もういそうですけど。あれ、もう射程のオスオスにまで笑い出しました。いい、いいハーモニーだなと思って。お前、お前らよかったな。こんな笑い取ったことあったか今まで。お、俺もだぞ。俺たちよかったな。俺のあれシステムこんなに笑って受け止めてくれる人いないよ。イギリス、素晴らしい。ありがたい。うまくなってますね。わー、まあでも当たることが大事なんで、ほんと。まあ緑までいけばほぼほぼチャージ取ったのと同じぐらいのゲーム数やれるんで。よかったです。はい、もう十分です、十分です。いやー、すごいわ。いや、でもまあ上出来です、上出来です。よかったですよ。すごい。基本的には10で終わんなかったらよしぐらいの気持ちでいいと思うんで。終わったか。まだ一応チャンスがあります。うわ、頑張れ。ああ、いかない。あったかい。いや、でもまあまあ6枚とはいえ、いや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 、さっきの自分を超えましたから。あら、あれ、逆弁当箱で強制登場したのかな。これ逆弁当箱で強制到達したら当たったら青7出てくるんですよ。ただ今ちょっとあのあんまり見てなくて、自分の台多分でも弁当箱だったと思うんで。熱いです、熱いです。あ、やりました。すごい、マジで。あざます。やります。これ青なの出てきます。やりましたね。やったぜ。はい、これは回りますから。これ回るやつですから。あれ、いやいや、信じてるよ俺は。はいはいはい、わざわざ、イエーイ。よし、多分これ俺のラストチャンスですよ、時間的に。おおおお、じゃ最後はちょっと勝利の女神に全てを託しますわ。
っちくり、おーし、これ今、はい、普通に青いナビが出て、はい、これ逆往復してゼロが揃ったんですけど当たりました。素晴らしい、ありがとうございます。もう外れがない珍しいパターン、すごい。で逆に確かゼロを揃えてるのにピンクの瓦があったら、はい、青以上とか虹だったと思うんで、なるほどなるほど、まあ普通に赤でしたね。いやでも十分最後にやらせてもらえるだけでよかった。いや嬉しいっすわ、報われた嵐さんが。いや2400枚出した、プラスありますわ。おお、行きましょう、頑張ります。でここで紫オーラがボンって出ることもあるんですけど、出なかったらまあ大体やめ時です。ああ、じゃあもうここでやめましょう。面白かったですか？めっちゃ面白かった。面白かったし、俺との勝負に勝ったと思ってるじゃないですか。はい、こっから俺がまくりますから。もういいです、もういい、もういい、もういいわよ、俺にもまくらせてくれよ。もういい、大丈夫、それだけあるんで、もう大丈夫、それだけある。いやもうちょっとだけ。仕方ないですね。ここでお知らせです。今回の戦いで私が勝てばご覧の名刺をプレゼント、私が負ければオリジナルのクオカードをプレゼントいたします。今回のキーワードは気候なんか輝くです。前回のキーワードと合わせてご応募ください。このままでは私にも推しメンというものができてしまいそうだ。ダメダメ、筋はフェアであるべきだ。すいません、勝者を発表しましょう。勝者、長澤まりなお嬢様。めっちゃ嬉しいです。あれは2ページじゃなかったかな。ゼロガタッケ、あえ終わって正直500枚戻ってきてくれたんで。そうです、だいぶ戻りましたよね。私大満足でございます。よかった。なに、え、こんな長い時間同伴させていただいて、キャッシュバックまであるんですか、この店は。最高のお店じゃないですか。よかった、ありがとうございます。また指名してください。いやもういつも、なんだったら明日来ます。嬉しい、お待ちしております。はい、投資が2209枚で回収が556枚でした。投資が1128枚で回収が678枚でした。めっちゃ嬉しいですね。でも嵐先生が隣で優しく、こういう時はこうだからみたいな教えてくれたりとか、サポートしてくださって、まあ、今日の勝利は嵐先生のおかげでもあるなっていう素直な感想です。だから今日はあれですよね、うん、敗者がいなかったですね。敗者がいない、敗者がいなかったです。おうおう、どういうことですか。負け演出の極みみたいな演出でケラケラ笑いながら、はい、ああ楽しい楽しいって言ってるのを見て、はい、まず僕もパツローを打ち始めた時の初心を取り返させていただいて、あ、はい、よかったです。あとやっぱり僕は今回挑戦者だったわけじゃないですか。はいはいはい、思い出しました、あの20歳から40まで現役時代の、うん、夜の挑戦者だった自分もやっぱ思い出したんで、あの頃の自分を、はい、はい、もうこれは勝ちですよ。もうあの勝ちっていうのは勝利の価値もありますけど、うん、やっぱ今日使ったものに対してどれだけの価値を見出せたかっていう意味では、はい、もうバリューがすごかったんで。わあ、よかったです、ね、トップバリューです。おお、トップバリュー、はい、イエーイ。だから僕は勝ちました。ありがとうございました。いやでも嬉しいです、ありがとうございます。本当初めてが嵐さんでよかったです。いやいや、もう聞き、皆さんすいません、こんなこと女性に言われることないですよ。まず行ってきて40超えたら本当ないんで、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、聞こえます、ありがとうございます。というわけでですね、女帝今のところ1勝1敗となりましたので、こっから女帝の快進撃バカ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 やっていく予定でございますので、皆さん応援よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。さよなら。デートマイ。街道の世界に美しさと
セクシーがあってもいいじゃないか。これが私の持論だ。それでは次の戦いでお会いしましょう。いろいろな企画で名刺の配布予定となっております。皆様からの高評価、チャンネル登録、温かいコメント、ご来店よろしくお願いいたします。